ミノタウロスの迷宮、実在せず。最新調査で結論。ロンドン時事、ギリシャ神話で、ゴズ人身の怪物ミノタウロスが閉じ込められたとされる迷宮は、実在しない。米大研究者が、最新調査でこう結論付け、米考古学専門誌に論文が掲載された。英誌タイムズがこのほど報じた。ギリシャ神話では、クレタ島のミノス王が、自らの王妃とお牛の間に生まれた凶暴なミノタウロスを迷宮に閉じ込めたとされる。古代ミノア文明の存在を明らかにした英考古学者アーサー・エヴァンズが、1900年、クレタ島で複雑な構造を持つクノッソス宮殿遺跡を発掘し、おそらく実在した迷宮の跡地だと推定して以来、考古学者や歴史ファンの間で実在するかどうかをめぐり論争を呼んできた。同等の古代都市遺跡ゴルティスの近くの迷宮のような洞窟を有力候補に挙げる声もあった。しかし米シンシナティ大学の考古学者アントニス・コツォナス氏は論文で、いずれの遺跡でも文献学上も考古学上も迷宮の跡地とする根拠が見当たらず、神話は特定の場所や記念碑とは結びついていないようだと結論付けた。特にクノッソスでは、古代ギリシャ人が迷宮と信じていた場合には見つかるはずの儀式芸術の痕跡がなかったという。